ウィスコンさんです。今回ですね、今バトローが終わってる、ブロスタが終わってるということについてちょっと解説していこうかなと。まあこれね、コートロ隊だけで、コーデリアスがバランス調整入るまでの期間なんですけど、なんとブロスタ終わってます。はい、まあこれ胸張って言える、公認といえどさすがにこれは物言わせてもらうよ。まずコーデリアスに QI コードをしますと。で、例えばこうね、スパイクとか来たらお前何してんねんと、コルトとか来たらお前何してくれてんねんと、うちのコーデリアスにと、こうまあちょっと喧嘩売るふりして、殴って俺は助けてあげるよみたいな感じの動きしますと。で、そうするとコーデリアスが、あ、こいつは味方かっつって、こうウルト打ってきます。で、通常攻撃でウルト貯めてきます。で、無限ループウルト、はい、これで一生異次元にいる、異世界にいるんで、他のさっきのコルトとかスパイクはこの世界来れないんで、はい、俺たちのことを殴れませんと。まあ、なんで俺たち以外は殺し合って、俺たちは確実に上位確定、待つだけで、こうもうやばいこんな状況なんですよ皆さん。しかもね、これブロスターを作ってる会社さんが今海外でね、夏休み中ということで、日本ってさ、なんか珍しく残業めちゃくちゃやれみたいな感じなんですけど、海外は休みは休みなんでみたいな感じなんで修正されません。働けよお前ら、残業しろよ、日本を見習いよと思いながら、まあ、修正されないんでどうしようもないですね。まあ俺たちができることとすれば、もう強いて言うなら、コーデリアスを真っ先にしばく、そんだけ。でも残念ながらコーデリアス、現環境最強キャラクター、もうほぼ1位と言っても過言じゃないぐらい最強キャラクターなんで勝てません。はい、終了ですね。はい、ブロス完全に終了ですね。で、残り8人なんですけど、なんか敵もね、なんか外部にいる、まあ見えてないんですけど、まあ、さっきのスパイクとかがなんかね、多分談合してんのかな、やっぱ殴らないようになってんのかな、コーデリアスが帰ってくるまで俺たちは殴らないようにしようぜみたいな、もうなんか新しいね、もうバトロワで誰も殺さない時代が来ちゃってるね見たことないけど、そんなあるんか。おい、修羅場やって見たことないって、こんななんだよこの状況は、なんでこんな狭いところでみんな一緒にいるんだよ、殺し合えよマジで。あ、なんか外部で殺し合ってると同時にここでも殺し合いが始まってますね。はい、何これ、これゲーム本当に終わってるんだけどマジで、勝ってるし、しかも、はい、ということでコーデリアスを片っ端から芝居ていきましょうと。はい、もう許してはならぬ、もうなんかね、もはやバトロワで殴らないっていうさ、何そのバトロワみたいなね、本来あるべき姿とは違うでしょと。まあ、チーミング、まあ、まだ理解できますよ。はい、まあ、チーミングね、まあ、生存するための、まあ、生存戦略ね、また違うでしょこれはおい、エルプリも殴れよお前、もっと歯向かえよ。一昔前までは前と相手がシェリーだからっつって、なんか果敢に挑んでたやろお前も、思い出すよその時よ。てかシェリーが強すぎる、普通にシェリーが強い、ガチやべあ、やばいマジ強いよなシェリー、玄関機を、あ、待っておっぷね、一旦下がって、で、まあブロックはね、正直マックス VS ブロックは勝たないといけないということで、勝ちに行きますか。はい、キューブありがとうね。おぶって、あぶるオッケー、あいつ死んでしょ、あいつ死んで、ちょっと威圧感出しといて、で、このエルプリモとね、コーデリアスを合わせてはいけないっす。はい、俺がこのコーデリアスを倒さないとさっきと同じ状況になっちゃうんで、クソイム、あ、やばい、ガッチやばい、ガッチやばい、エルプリモ、なんか助けてくれたんだけど、俺がシェリーを倒したから、あ、全然そんなことなかったわ。あいつら異世界デートしてますね。これちょっと一旦隠れとくか。てかコーデリアスがね、ガジェットが強すぎ、お前マジだ、いや、やってないんかよお前らもうガジェット使われたら GG なんよな。はい、しかもね、もう一つの、多分これバグなんかな、仕様かどうか分かんないですけど、マックスの無敵中、ガジェットの無敵中にコーデリアスのガジェットで攻撃封じ食らったら、攻撃封じされちゃうんですよね。はい、それも頭おかしいよな。普通さ、無敵中って書いてんのに、なんかバフ効果食らってんのがやばい。そのせいでね、ガジェット使って無敵中に相手のガジェット封じても、攻撃できないから結局死んじゃうみたいなね、もうそれもやばいよな。もう現環境強すぎる、こいつがもういろいろと頭おかしくしてる。もうちょっと頑張れや俺さ、もうこうね、もうこう全然死にそうなんですわ。はい、今のももしかしたら死んでた、弾結構食らってたら死んでましたね。あとキューブ1個ぐらい多くて、相手の弾一発食らってたら死んでたんで、
あんなに運ゲーガジェットかまして、せっかく避けても負けるっていうね。どうすんねんそれ。あの俺さ、コーデリアス出る前にさ、バトロワで検証したやん。一生異世界いて、死なないようになりますよって。見といてくれよそれ。まあ無理やと思うけど、海外が本社やから。さすがに無理やと思うけどさ、なんとかしろよマジで。なんで俺こんなにコーデリアス頑張ってしばかないといけないんだよ。いや別に倒さなくてもいっちゃいいと思うけど。でこのドラッシング職人、おっぷねおっぷね、もうあいつのウルト食らった瞬間ゲームオーバーやからな。これイブちょっと倒して、でこれもうドラッシング職人と1対1で頑張って倒すか。いやなんかイブ怖いな、裏切ってきそうな気がするんやけど。いやコーディレスしばこうぜマジで。あいつはしばくしかない。まあブロックでまずキューブをゲットして、こいつね俺のことフル警戒してるんだよな。ブロックでキューブゲットしてから、まあ、コーディレスしばくか。ガジェットないよな、もう正直終わってる。こいつにコーディラスにねガジェットないと確実に勝てないんですよね。あ今絶対に殺そうとしたこいつ。今ちょっとごまかしてるけどさ、絶対殺そうとした。これやべ、あこれやばい、最悪、もうどうしよう。コーデリアス終わってる。もう多いって、コーデリアス4匹とビビ3匹多いって。これどうやって止めよう。俺がねコーデリアス1匹2匹しばいたとしてもね、あいつらのチーミングは終わらないんですよ。あーなんか味方来た、よしマックスやるぞあいつらを。片っ端から1匹残らず確実にしばくぞお前ら。よし行け行け行け、挟め挟め。でこのビビもね、どうせほらもう このビビよーく分かってんじゃん。ゴミゲって名前ついてるやん。でこれね近づいてもさ、これガジェットでさしばかれるから意味ないんよな。でしかもビビ3人がねチーミング組んでるんで、俺がコーデリアス倒して生き残ってもこいつらにしばかれんの確定なんで、どうしようもないんよな。さあどうするか、まあ、コーデリアスちょっとぶん殴って、でそれであれ待って、なんかビビ3人が、お前どっから湧いたマジで、お前どこにいた。最悪や、ビビ3人がコーデリアス1匹追いかけてたらさすがに見たくなるって。油断したわ。さあコーデリアス4匹っすね。これは、まあ、2匹ぐらいしばきてえな。でマックスいるんで、まあ、最後マックスとチーミングして1位なりてえなと思いながら、さあ1回キューブ拾って、でこれキューブ1個拾うごとになんかコーデリアスとの対面が 10% ぐらい。お前ガジェット使ったなお前。はい1個で切る。これ美味しいね。さあさあさあ、でこのブロックはまあ正直どうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、まあしばくか。いや待って、こいつ殴ってくんのが、なんでそのタイミングで殴れんだよ。こいつ絶対しばく、このコーデリアス絶対にしばく。いいレレお前分かってんな。挟めナイスナイスナイス。はい2個で、でこのレオンはね正直分かってるんで、でレオンはレオンいいし、でマックスこいつちょっとね、2人でレオンと2人でこいつしばくか、全然負けれるんで、オッケー挟むぞ、オッケー分かってる、あーいいね分かってんなお前。あれこれ倒して、もう最後にもう1位譲って勝ちかな。うん、俺別に1位取りたいわけじゃないんよ、コーデリアスをしばきたいだけ。あとさ、俺が殺してない2匹のコーデリアス誰にやられた。俺以外にやられんだよ、俺が倒したいのに。さあこれは、ナイス、あーいいね、譲るわ、ありがとう俺よ、いいコーデリアス潰しちゃったという、まあ現状ということですね。皆さんもコーデリアス気をつけてください。